もう骨と皮になっちゃいましたはいあーいやー本当にガリガリだよあのね俺のおふくろはマジ体重ね7 0キロぐらいあったんだよでおふくろも腹水になってさあの大腸がんで腹水になっていろいろ水抜きとかしてたんだよで体型こうなっちゃったんだよね うん、でこれぐらいの体験になって俺が、えー、知ってる限りぎり、えー、月嫁1ヶ月って言われて、まあ、あの半年ぐらい生きたのかな、うん、だかその半年間生きてたんだけど金髪さ1年経って生きてるでしょだからもう本当いつ死ぬか分からない状態だね。うん いや、亡くなったお袋の、あじゃあこれ見せよっか。あんま見せたくないけど、亡くなったお袋の手見せよっか。手、手があるから手が、うん。これね、もうこいつ泣けるわ。ちょっともう見るだけでも苦しいわ。こんな細くなる金髪と同じだったんだよ。これ見てもちょっと、泣けるわ。俺ちょっとやばい、今。 今、ぐっと来た、お袋の写真見て。もう泣けるわ、もう、ちょっと、うるってきてる、うん。50歳だからね。リリーさんと同じ年齢だよ。で、この手だからね。やばい、これ、ちょっとマジうるってきて、これ、ツイッターで上げてるやつね。うん、これは、ちょっと来るね。ええー。今、あの、熱いものがこみ上げてる。 マジで。いや、泣きそうなだけでね。別に泣いてはないけれど。だから、お袋になんかしてあげればよかったなんて後悔しかないね、今ね。うん、で、アハートの花火ありがとう。つくねこちゃんありがとうね。嬉しい。で、金バさんも、ね、今ギリギリのラインにいるという感じですね、これね。うん、これ見て、顔。 テテさんみたいな感じになっちゃってね。テテさんもやばいのかな、じゃあ。ねえ。金馬屋さん、テテさん。金馬屋さんもやばいけど、テテさんもやばいってことあの子、主食、コーヒーでしょテテさんなんか食わせないとね、ご飯ね。死んじゃうよ、テテさんも。えー、あの、6リットルの、あの、水を抜いたらしい。で、強水って言って、胸の方にね、あの、水が溜まってるんだけれど、 胸、肺の方ね、うん、で左の方かなあの、ほぼ白くなってるらしい、ね、だから今日抜くらしいですね、一応、はい、だから胸の方のその肺、左肺の方を水たまってるから抜く予定、もう左の方がもうが真っ白になってるらしいから。 溺れてる状態だね。もうだから右の肺だけで呼吸してるって感じ。うん。なんでこうなるんだろうな。ゃあなんでこうなっちゃうかはわからないけれど。でもまあ、お酒だね。だからみんな酒やめな、本当に。うん。酒ばっか飲んでると、肝硬変になって、金麦さんみたいになっちゃうよ。ね。あの、酒ばっか飲まないように気をつけてください。 タバコも酒もやめな。俺、タバコと酒はやらないからね。うん。タバコ先ギャンブルやらないから。三大ね三大禁酒してるから俺。偉いっしょ。ほどほどにねそう。飲まないようにね。うん。 あとね、なんかあったっけな、金前さんのやつ。あ、あと、金前さんの、まあ、そのね、今、あの、相棒となっているマサヤンが読み上げていたんですけど、ユリアから手紙が来たそうです。はい。で、ユリアからの手紙が来て、えー、金前さん、えー、お元気にしていますかと。私、ユリアは、えー、1年3ヶ月の、一1年7ヶ月あ、1年7ヶ月か。 1>, 1年6ヶ月か1年6ヶ月の懲役刑になりましたとはいで「金馬さんと会いたいです」とねいう手紙が送られてきたそうですでえ内容の部分をはしょると「ナーボーのことは忘れられない」と「まだ好きです」とねいうことをえ金馬さん伝えで告白してますうんでさらにえー あれですね。えー、<laughs> リアネコの件に関しては不起訴になったということらしいです。はい。なので、まあ、現状、ナ、えーボーの、えー、その、文書偽造罪だけが、えー、罪になったということですね。規制されてるなんでえ規制かかった俺。 かかってね、俺。かかってない。嘘つくなよ、お前。おすすめにもいるよ、これ。誰を見てんのデブ違いだぞ、お前。誰見てんだ、お前。ど、どのデブ見てんだ、お前。 いるデブやってるセいジと中ちゃんとねあと誰だうんいないよね中ちゃんと間違ったかもしかしてねっていうことですねはいじゃあ次のニュースいきます えー、次がね、あ、ひこもりちゃん VS に部長山田っていうことでね、これふわチ特派員さんの記事で見たんですけれど、昨日山田部長のことが好きでしていたひこもりちゃんが部長山田と直接対決したらしいです。コラボで。 子の引きこもりがリアタツに対して「焼きもちから号泣」「アイテム1,500万も課金しているのに私とは一度も会ってくれない」「可愛い子だったらすぐ会うのにね」と言われ「今から家に行く」と寄り添うがしかしすでに中村君と一緒に某ホストクラブへ入店ということで、ね、えだから引きこもりちゃんは山田に1,500万使ったけど山田部長は引きこもりちゃんと一切会わないとねえ むしろ違う女の子と会っていて、それに嫉妬して、キーって言ってる感じですね。1500万も使ったね、ヒコモリちゃん。ねだから俺もはっきり言うわ。あんまあ俺ね、口に出すのよくないんだけどさ。配信者にアイテム投げないで自分のために使って何のために働いてるの 配信者にあげるために働いてる違うだろ自分のためだけに使ってよ自分で稼いで汗水垂らしてた、探し稼いだお金なんだから、もう投なくていいね配信者にみんな投げちゃダメうん俺けけ。俺だけ投げて俺だけ投げてほしいええー。他の配信者は投げなくていい 俺だけお願いうん。俺は、いいんだよ。だって俺は、尽くしてるもん、リスナーに。尽くしてる人間だけに、ちょっとお願い。寄り添ってるしね。徒歩旅したからね。うん。ね。足をさ、キーキー言いながらさ、今も足痛いんだよ。そ、その中でも歩いたからね。徒歩旅。 頑張ったもん。うん。三日前ね、三日前。チャリ使ったやんチャリは、あれは、まあ、使ったけれど、チャリしんどかったよ。だ神戸の、あの、街並みって全部山登りなんだよ。坂道。だから、坂道がしんどかった。そう考えると、 ねえ、わかるでしょうーん。